は私、青木おさむがお送りしていきます。 えー、明日が9回目の3・1・1・東日本大震災からもう9年ですね、早いなと思いますが、今週は各曜日、えー、東日本大震災について、まあ、いろんな角度で、えー、お送りをしてきています、まあ、これからもします、えー、今日火曜日なんですけれどもお、政治分野って言っていいんでしょうかね、えー、防災省の設置などを訴え続けられています、それから、まあ、今、あの与党の中では数少ない、まあ、政権にものを申すという立場でも注目をされています、えー、自民党の。 の元幹事長石破茂さんにおいでいただきました。こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。 石破さんにはなんとなくこう番組で定期的に、不定期的に,にお目にかかっていてですね緊張するときも非常にあのリラックスして話せるときもあるんですがまああの今日、「ジャム・ザ・ワールド」番組としてはこれこの災害ということにものすごくこ,うこだわっておりましてまあ今、テレビ、新聞もまあコロナ新型コロナウイルスのこと報道にもかなり集中しているんですけれどもやっぱりこの3・1・1まだ復興しているわけでもないですからねあのちょっとこだわっていきたいということとそれで だけじゃない,いろいろなことも聞いていきたいんですけれども、まあ、あの3・11から9年、あのまあ、当時、自民党は野党だったわけですけれども、まあ、与党に戻られて長期政権というものを実現しているわけなんですけれども、これまあ、率直にどんな感想を持たれていらっしゃいますか うんとね、災害は忘れた頃にやってくるといったものが、うん、今や忘れる間もなくやってくるっていう話になりました、うん、ですよね、うん、であの3.11ってわれわれ野党だった、うん、私、政調会長だった、うん、でも今、自民党議員の半分以上は3.11の時にいなかった。 人たちですよねああすのつまり政権に復帰する選挙のあと当選した人が非常に多いですよね、うん、でそうするとやっぱりこう原体験っていうのがなくなっちゃってる部分がある、はい、であの時菅さんが総理大臣でしたがね、うん、だしその震災後、うん、一月ぐらいたって 無理をお願いして女川の避難所に一晩泊まったんですね迷惑は承知だったけど一晩泊まらないと分かんないんでね、うん、その時に見たこと聞いたことその時から復興庁って絶対作んなきゃだめだって思いましたね、うん、批判するわけじゃないが菅総理はいらないっておっしゃったんですよ、うんうん、復興庁のようなものがね 阪神淡路だって作らなかったじゃないかってこういう話だった官僚の発想なのかもしれないでも阪神淡路と違ってこれだけ広い規模これだけ財政が厳しいところ高齢化が進んでおってましてや大津波原発事故全く違うじゃありませんかとで私はね避難所でね 俺たち陳情して歩くのは仕事じゃないっつって言われたんですよ、うん、なんで農水省行ったら経産省行け経産省行ったら厚労省行け厚、うん、労省行ったらどこどこ行けみたいな話でね、うん、だからワンストップで何でもできるっていうそういう省庁横断的な、うん、そういう組織は絶対いると、うん、で管内閣が法案書かないんだったら自民党で書くっつって、うん 書きました不、うん、不眠不休でした、うん、でもあの何時にねの、官房長官だった枝野さんとかね、うん、政調会長だった現場さんとかね、はい、自民党本部来ましたよ、うん、力貸してくれっ,つって、ね、うん、それ一瞬、感動したの ですけどねまあ,あれくらいの災害になれば、あの本当に言葉の意味で、本当の意味で別に与党も野党もないじゃないかと、うん、オールジャパンでやろうじゃないか、はい、ということでしょうねあの時はね、われわれ野党、自民党は、もちろん批判はしたけど、攻撃はしなかった、一緒にやろうっていう、そういう思いがありましたね。だからそ,のそれから9年経って うん、やっぱり覚えてる人が少なくなった今コロナのせいもあるけれど、うん、言の葉に登ることが今回少ないし、うん、で追悼式典もやらないわけですよねやっぱり1年目の追悼式典はね泣けましたよ、うん、被災者代表のね、うん、岩手 宮城福島から一人ずつ被災者代表の方がお話になった、うん、それは岩手の方、うん、ねその本当に一週間前にやっと建てたお家にみんな集まって楽しかった、うん、あの時幸せだったと思ったことは何だったんだろうってそういう話をされた、うん、宮城の石巻の人でしたがね地獄ってここのことだと思った、うん あるいはこう福島の方はね、こう本当に津波が来るぞっていうので逃げてた、うん、向こうからお父さんが来て、車の窓が開いて、みんな無事か、俺、消防団員だから、これから現場に行くぞ、うん、あれがお父さん見た最後だったとかね、うん、やっぱりね、その世の中の多くの人は忘れても、被災者の人は決して忘れていない。うん その帰りが起こり始めてて、そうするとこれだけ災害を忘れる間もなくやってくるっていう時代ですよ、うんうん、ますますあの惨劇、うん、風化させちゃいかんのですがねそれが、まあ、あの石破さんの防災省構想とかっていうことにもつながってるんでしょうけれども、うん、おっしゃるように、そのまあ、これ気候変動のせいだったりとかっていうことも大きいと思いますし。 え東北の東日本の大震災の現場にしてみると、やっぱりこう少子高齢化とか、地方の過疎化とかっていう問題も大きいんですよね、うん、だから一方で、復興後になんてことを打ち上げながら、実はその全然そんなつもり、そんな気配はなかったよねという、今の政権の問題点も含めてね。うんうん この防災省っいうものを作ったりとかしてこうどういう,こうイメージ、具体的にこの災害がこう途切れずに来るようなものと立ち向かうっていうことをこれはね、うん、日本全国47都道府県。 1718町村、うん、どこで何が起こっても不思議じゃない時代ですよね。うん、ね実際にこの2、3年は本当にそういう感じですもんね。でしょうん、だって台風は北海道に来るんですよ、うん、で、そういう時代になってきた、うん、だけど、私ね、こう長く国会議員やってて思うんだけど、うん、その自治体単位で対応がものすごく違うんですよね。だから この,間の西日本、一昨年かな、あそこ大水害がありましたよね、うん、ある市長は本当にほとんど完璧に近い対応をしたわけですよね、うん、橋本龍太郎先生の市長やってた方が市長さんになってるんだけど、うん、自分で配信をする、うん、今逃げてください、まだそこにこう留まっててくださいとかね。そして市役所の職員は 全員どっかの被災地に行ったことがある、うん、だから対応も実に迅速的確で市長の発信する情報は素晴らしかった、うん、だけどどことは言わないけど、うん、全くそういうことに関心のない首長がいるとね、うん、大勢の犠牲が出るわけですよ、うん、それ差があっていいわけないでしょ、うん、と水害であり台風であり 地震ででああありりるいは大火災でありその対応能力をできるだけ一緒にしなきゃいけないって発想が、うん、アメリカのフィーマンに割ったわけですよね。うん、で張創生大臣の時にフィーマンに行って、うんの「これ平時何やってんですか?」っていうね聞かずもがらの質問したんだけど、うんうん、ここは絶大なる権限を振るうとこではないと。 首長でであありり議員であり職員職でありそれを教育をしどこにあっても同じ装備がある同じ備蓄品があるそれが政府の責任だろうっていう話でしたよねですからそれは一つの災害に極限したもんじゃなくてありとあらゆる災害が起こることを想定をしその時に 自衛隊とどう連携する、消防とどう連携する、警察とどう連携する、住民の人たちにどうやって優先順位を誰が提示するってことを平時にやっておかなければ有事の時に絶対に有事というか災害発生時にねそれは有事でも一緒ですよ対応できるはずがないだろうっていうことをフィーマルの長官と。 2時間ぐらい議論しましまたですよねだけど今、防災省っていうと平時は何してるのよ、そんなもん作ってっていう反論と今だって十分対応できてるだろうていう反論が必ず返ってくるわけですねだけど確かに内閣府防災担当は一生懸命やってる不眠不休でやってる間違いないだけど国交省から2年来ちゃ変える防衛省から2年来ちゃ職員は変える。 厚労省から2年来ちゃうまた新しい人がやってくる、うん、結局災害対応っていうか危機管理っていうか経験の蓄積と伝承、うん、これが職員がしょっちゅう入れ替わってたら、うん、できないじゃないですかしかもね僕もそういう取材を何とかしたことある何とかしたことあるんで分かるんですけれどこれねそのいらっしゃってるその役人の方々はもちろん一生懸命やってるんだけど 本省に戻るとかっていうことを考えると、なんかこう、腰掛け感もあるし、本省でずっとエリートコースに行ってる人に比べると、ちょっとなんかこう、主流から外されたみたいな人たちもいたりとかなんか士気も上がらないっていうところもあるでしょうしね。2年間、内閣府に行って、ちょっと休んでこいよみたいな、そういう感じになってきて、そんなこと言われた時期もある、今はそうでもないけれど、私も地方創生で内閣府の大臣やりましたけどね、各省から優秀な人来ますよ。慣れててき うまく仕事が回るようになると、変わる、うんうん、大臣は1年ごとに変わる、うん、そんなプロジェクトがうまくいくとは思えんのだけどね。うん、っていうことはね、そのこの間、まあ、どちらかというと、僕、石破さんはそうじゃない方の人だと思ったんですけれども、例えばその緊急事態、まあ、今のコロナも緊急事態で、ちょっと、うん、ちょっとその話伺いたいんですけれども、震災にせよ、まあ、そういうその軍事的な有事にせよ、うん、どっちかっていうと、 政府に絶大な権限を与えて、統制をするっていう、ある種、中国型のね、中国型っていうか、中もともとそういう国なんだけど、こういう緊急事態の対処法みたいなものが必要なんだっていう考えと、この防災省っていう、日常的にきちんとその各自治体がきちんと準備をして、 え災害があったときに同じような対応が最低限取れるようにするっていうのと発想が全然違うんですね、僕、どっちかというと石破さんって、緊急事態には首相が強い権限でやるべきだっていうお考えなのかと思ってたんですけれども、うん、それはそうなんですよ、うん、つまりね、その有事だとすればですよ、憲法秩序そのものが破壊されるわけだから、うんうん、人権もね、うん、自由もね、憲法秩序そのものが破壊されると。うん 憲法秩序を元へ戻すための権限集中であって何が始まりの要件であり何が終わりの要件であり終わった時にきちんとね憲法秩序を取り戻すということが保証されない限りやっちゃいかんですよ何のためにそれはたった一つ憲法秩序を維持するためっていうことなんですねただその戦争と災害って全く違うんでね戦争って こうだんだん段階的に広がっていくものじゃないですか災害って基本収束するものじゃないですか全然こう質が違うんでね、うん、でそしてまたそのよくね自衛隊は災害の時に頑張ってくれるねそりゃそうだだけど有事と災害が一緒に来たらどうするのっていうそこまで考えとかなきゃいけない、うん、つまり 災害は忘れるるもなくくやってくるいつ何が起こるかわからないいろんな理由も分析もしなきゃ分検討分析しなきゃいけないんだけど少なくとも安全保障環境が良くなってるとは思えないもちろん外交的な努力は目いっぱいしますよ悪口ばっかりっっていつもじゃないからねだけど有事と災害が同時に起こるっていう最も極限の場面を想定しておくと いろんなこととのが出てくると私は思うけどね憲法秩序が破壊されるっていうのは、まあ、有事の際にはそのこう軍事行動、他国なのかの軍事行動によってこう憲法秩序が破壊されるんですけど最近のこの国は政権によって憲法秩序が破壊されてんじゃないかっていうような冗談を言うのは僕が言ったんですよ、石破 <laughs>、はい、さんが言ったわけじゃないですけれども、も、はいはい、それはともかくだんだんエスカレートしていくのがその軍事的な有事であると。うん、それかから基本的にには収束に向かっていくのが、うん えー、その災害、うん、自然災害であるとすると、どうなんですか、その今回の新型コロナウイルスっていう、うん、その感染症っていうのは、これだんだんエスカレートっていうよりも、影響はまだまだこれから大きくなっていくだろうと、それから収束に向かっているようには少なく見えない、うんうん、これ、だから両方合わせたミックス型のそのこう異常事態っていうことも言えますよね。ねその 単なる風だよっってねおっしゃる方結構いらっしゃいますよねあるいはお医者様の中にも単なる風邪だし要は免疫力が高まるのを待つしかないんだよね特効薬がない以上昔から言うでしょ風邪に特効薬なしってっていうのはそれが露布されてるし間違ってるとは言わないだけど症状が軽くて自覚症状がなくて元気っい 例え倍にウイルスに感染した人が街中を歩いて、つまり症状が軽いってことは、逆に感染力が強いってことでもあるわけですよね、そして致死率が低いってことはいいことなんだけど。 結局人が死ぬとウイルスの立場変な言い方だけど立ってみるとあちこち自分たちの領域は広げられるよねとそして自分たちが死滅するような環境もなかなか起きないよねっていうねウイルスの立場から見ると今までにないいい環境こっちからしてみればとんでもない環境ひょっとしたらそうなんじゃないのって。 私は最近思ってんですけどねなかなかクレバーなウイルスっていうことなんですけれど、どうですか、そのまあ、各国、日本に限らず、今、ヨーロッパ、イタリアなども大変ですし、それからアメリカでもよついにこう感染が拡大し始めてますし、うん、お隣の韓国、で発生源となっている中国はもちろんなんですけれども、うん、今の、まあ、これは内場さん、与党のお立場ですけれども、僕などやあるいは多くの方々がどうもその対応がね、 後手後手に回ってたんじゃないのかっていう批判もかなりあると思うんですね。で、ここに来て、その一斉休校とかっていうような対応をしたのも。これ果たして科学的エビデンスあるのっていうような、こう意見もあるわけなんですけれども、この全般。 あるいは個別でも構いませんけれども、うん、今の政権、内閣、与党の対応について、石破さんこう、自己反省も含めて、どういうようなこう思いがありますかみんな頑張ってます、うん、ヒューマンエラーっていうのはそんなにないと私は思うけど、うん、システムエラーだった部分はたくさんあるんだろうっていう気がしますね、ーーうん、つまり仕組みそのものですよね。うんうん、だから そのまあ、ダイヤモンド・プリンセスを除いて考えるとね、うん、まあ除いて考えることはぜひは別として考えた場合に、例えば学校を休みにしますと、うん、それは私は正しかったと思うんです、うんね、だけど、じゃあ、共働きのご家庭。うん 親御さんが1人しかいらっしゃらない子庭どうなるんだろうね、うん、とで学童保育、うん、かえって子供たち集まっちゃうんじゃないの,、うん、でそ,のそうすると社会の移動も止まっていくじゃあ 観光、うん、飲食働く人たち、うん、失業保険があるわけでもないし感染症の保険って商品があるわけでもない、うん、3月で決算期で、うん、政府は考えられる限りの対策出してるんだけども、うん、じゃあ一人一人の立場に立って、うん、一つ一つの事業者にとって、うん、どこに行ったらいつお金がいくらもらえるのってのが、うん 分かんななきゃいけないわけけわですよねだから、政府として目いっぱいの情報を発信してるんだけど、聞く側は何を求めているんだろうっていう、そういうような発想をするという文化が、そもそもこの国にはあったんだろうか。僕、石破さんにそのみ、みんな一生懸命やってると、そ、まあ、それはそうでしょうでヒューマンエラーは少なくて、システムエラーがあったんじゃないかっていう話なんだけど、僕そこはちょっと同意しかねる部分があってね。うん つまり、例えばですよ、うん、象徴的な話であの、時間が限られてるんで、象徴的な話をすれば、うん、検査の体制ですよね、うん、これその、僕が出演しているテレビの番組なんかでも一生懸命やってますけれども、うん、そのお隣の韓国なんかでも満タンやってるし、うん、アメリカなんかも100万件レベルでやろうじゃないかって言ってるのに、うん、こう一向にですよ、うん、日本の場合は最初は3000件、4000件で、実際やってるのはもっと少ない。うん ここに来て今月末までに1日7000件くらいですか、のこ,うことができるようになるんだと、7000件をで胸張られても困ると思うんですけれどこういうものがこう一向になんかこう緊急事態にふさわしく、わっと動けてない、これはヒューマンエラー、あるいはどっかにこう官僚組織自体にシステムエラーが起きてるのかっていう気がするんですけれども、どうですからね、うんその、なぜ韓国にできることが、うん、<laughs> できないんだろう、うん。 なんで台湾のような対応が取れないんだろうっていうことはね、それは理由があるんですよ、理由があるから結果はあるんだけど、それがわからないから、国民は政府はなんか隠してんじゃないのって思うわけですよね、やっぱりこの政府の言うことだったら、信頼しようっていうのがやっぱり基本だと思うんです、だから青木さんおっしゃるように、なんで検査が増えないんだろうねと、それ一説によれば、SARS、うん、の時にいっぱい殺到して、 医療現場が混乱しちゃったよねと検査を受けてさあその陰性だった人が、後で陽性になることもあるよねと、100%確実じゃないよねと、じゃあお医者さんは何がいるかというと、お家に帰って安静にしててね。しか 言えないわけだよねととかいろんんなことはあるんです、うん、だけどなんででも韓国でできて台湾でできることができないんだろうねっていうのはみんな内心思ってるわけ、うん、口に出して言う人もいっぱいいる、うん、だからそれって患者数を抑えるためじゃないのい私はそんなことはないとず絶対思うけどねだ、うん、けどそういうことを思われちゃうと政府が何やっても国民が信用してくれない、うん、それやっぱり一番怖いと思うんで まあそれはだから、石間さんおっしゃりませんでしたけれども、森友学園、加計学園、桜を見る会っていうような問題で、政府ってやっぱり、記録も作らないし、嘘ばっかりついてるしっていう印象がすごい強まっている時期だったっていうのもあると思うんですけれど僕の推測ですけど、これ、コロナウイルスに限った話じゃないんですが、例えば桜を見る会の,こうその名簿の話にしてもね、あるいは森友学園の文書改ざんの話にしても、 官僚組織これ、あのーうん、石破さんがあの文藝春秋でね、あのー、論文書かれていて、ですねそれ僕もなるほどってものすごく納得しながら読んだんですけれどこれだけ官邸に人事を牛耳られて、しかも何か余計なことすると、責任は官僚が取らされると、官僚組織、これ、あのー、石破さんが書かれていたのは、その国家の中枢を担うエリート、とりわけ官僚たちが劣化してんじゃないかと。うんうん 僕ねこう,いう危機の時にその官僚っていうのは、本来、正確なデータを早く、でこうしたらどうでしょうかっていう意見苦心も含めて、かつての後藤雅治さんが言ったのは、嫌な情報ほど上げようと、うん、それから積極的に意見苦心せよと、うん、今、官僚がそういう雰囲気、あるいはそういう状況ではなくなっていることが、うん、なんかこう、いろんなことで機動的に動けなくなっている原因じゃないのかなって。 っってて思るんですそれは大臣、それは間違いですと、総理、それは間違いですっていう人ほど重用しなきゃいけないわけですよね、それ自分のために言ってるわけじゃない、国家、国民のために言ってるとすれば、そういう人たちこそ重用していかなきゃいけないっていうのは、それは長い自民党の伝統だったと思う、自民党政府のね。 私も大臣、の時は大臣それ違いますってずけずけ言う人間、そういう人たちを秘書官にしていったし、登用もしていった、後から考えてみれば、彼らの言うことが正しかったってことが多いわけですよね、やっぱり私たちと官僚って上下関係かもしれないけど、でも、共に国家のために、国民のために、己をどれだけ捨てるか。 うん、仕事だと思うんです、うん、己のためにやるんだったら、こんな仕事、絶対やっちゃいかんうんそういうことがねあの全、全般的にね、どうも起きてるのではないかと、例えばですよ、うん、まあこれは石破さん、なかなかお答えにくいでしょうけれど僕は勝手に推測してるんだけど、コネクティングルームなんて言うわけでしょう、うん、コネクティングルームなんてちょっと考えられないんだけれどコネクティングルームに泊まってた人たちがね、うん、そのダイヤモンド・プリンセスの危機管理なんかに当たってたら、うん ううまくいくわけがないじゃないかっていう気も、うん、しそれはいろいろと、不都合は政府・与党、私どもの責任であります、それはおかしいよねって言うとね、それやっぱりみんなこう選挙区の期待になって出てきてるわけですよね、内閣改造たんびに、代議士、今度何の役もらったって言われるのは、すごく響くわけっていうか。 負担って言っちゃいけないな。うんうん、気にするわけ。うん、だから、そのでもね。ポストといろんな資金っていうのは人を動かす。統治のシステムとしてはすごく有効なんだけど、うん、それは自制的であるべきだっていうのが抑制的であるべきだっていうのが自民党の知恵だったと思いますよ。うんうん、もしそれが崩れてるとしたら、統治はうまくいっても。 国家はどうなるのっていうことは、やっぱりわれわれはきちんと認識しなきゃいかんのですねまあもし崩れてるとしたらとおっしゃいましたけど、なんかだいぶ崩れてるような気がしまんすが、最後に1個だけ、あのあのこれ、次の、ねえー、総裁選挙、来年、遅くても来年にはありますよね。それれれ前にあるかもしれないんだけれど これは石破さんは今、あのポスト安倍ということで、一番こう世論調査なんかでは人気なんですけれども、安倍あの石破さんどうされるかっていうことくらいは聞いてもいいんでしょうかまあ、それは、戦略、うん、被災の私なんかがって言える立場じゃないってことですよ、戦略、うんうん、被災には違いないですよ、うん、だけど、そんなことが言える立場なのか、お前はっていうね。うん それは自分に問いかけていかなきゃいかんし、それはそんな立場じゃないなっていうのは分かってますいやでも、そういう人がだって何人か出てきてくれないと、このまんま一強の政権で自民党の中から異論も何も出ないっていうのはまずいっていうのは、これは同意されてますよね。 それは勝手の自民党はそんなことはなかった、<laughs> ね、いや私たちがやりすぎた口かもしれませんがね。いえいえいええー、そろそろ時間になってしまいました、えー、今夜は自民党の石橋茂元幹事長、スタジオにお迎えしました、えー、毎度ですけれども、またぜひいらしてください、はい、ありがとうございました。